ペドロ・パウロ・ファリロス・ドス・サントス・ディニスは、ブラジル出身の元会一ドライバー、サンパウロ出身、ブラジル屈指のスーパーマーケットチェーン、ポンデ・アスカールなどを参加に持ち、数々の事業を展開する、企業グループの総帥として知られる、ブラジル有数の実業家、アビー・リオ・ディニスを父に持つ。1987年、17歳でカートを始め、翌年まで国内で、 選手権に出場、その後は4輪のレースに転向し、下記の通りのキャリアをたどったが、この間に特筆すべき成績は上げていない。1989年、フォーミュラフォードブラジル選手権に参戦。1990年、南米海産選手権に参戦。1991年から1992年に、かけ、イギリス海産選手権に参戦。 1993年国際会3000にステップアップし、イタリアのホルティコルセに加入した。初年度はオリビエ・ベレッタと2年目は野田秀樹とコンビを組んだ。この時期も大した成績を上げたわけではないが、かねてより会一にステップアップする計画を持っていた。ものの、資金の問題からステップアップできずにいた同チームはディニスの加入によって、それまでに比べて、 ほぼ無人像といって良い財源を得たことで、この計画に弾みをつけることとなった。実際、ディニスが在籍して、以後、国際会3000から、後の F1 に至るまで、ホルティコルセは、イタリアのチームでありながら、スポンサーは、その大部分を、ブラジル企業が占めており、ディニス加入の影響は、文字通り目に見えるものであった。1995年、イギリス g p 9 9 5年、 ホルテイと共にステップアップし、会一イイにデビューした。父、アビーリオが経営する、スーパーマーケットチェーンとの結びつきから、国際会3000時代から、数々のブラジルの食品関連会社の援助を得て、いたが、会一イイ進出にあたっては、他のスポンサーと同様の理由で、イタリアの大手食品会社パルマラットも、スポンサーとなり、デニスは、多額の資金援助を得ての参戦となった。 実際、初年度は、ホルティの戦闘力の低さもあって、ディニスは際立った走りを示すことはなかった。また、モータースポーツの最高峰である、会一においては、およそ聞いた例のない、ドライビングアドバイザーなる、コーチ役を伴いレースに臨む姿は、会一ドライバーとしての能力を疑問視する根拠は、揃っていた。そうしたことから、翌年、 中堅チームのリジェに移籍することが発表された際には、驚きとともに、フランス人スタッフの大量解雇による、スポンサー額の大幅な減額などで、ディニスのスポンサーマネーに頼らなくてはならないほど、リジェの資金難が浮き彫りになった。言うまでもなく、この移籍は、スポンサーの移籍を伴うものであり、ディニスという資金源を失ったフォルティは翌年途中で、海一からの撤退を余儀なくされた。 1996年、リジェニー席。第3戦アルゼンチン GP では、走行中級油口からガソリンが漏れて、車が炎上した際は、それが、ディニスの過失によるものではないにもかかわらず、イギリスの産市で、ディニス丸焼けと題して、写真記事が配信され、中場ピエロのような扱いを受けるなど、ペイドライバーということで低く見られていた。それでも、第6戦スペイン GP で、 ディニスは初入賞を記録するが、第5戦モナコ GP で、当時のチームメイトオリビー・パニスの優勝や、第6戦スペイン GP では、ミハエル・シューマッハのフェラーリーン席後の初優勝ということもあり、その結果は影に渦漏れてしまった上、第6戦は乾燥6台中の6位入賞であったため、乾燥した点は評価すべきだが、大きな注目を集めることはなかった。しかし、 第11戦ドイツ GP ではパニスを上回るグリッドを獲得。第14戦イタリア GP でも今季2度目の入賞を果たし彼に対する評価が変わり始める。1997年、アローズに移籍し、前年度のワールドチャンピオンであるデーモンヒルとコンビを組んだ。この年はディニスにとっての転機となった。ドライバーズサーキットとして知られるスパ・フランコルシャンの 第12戦ベルギー GP や鈴鹿サーキットの第16戦日本 GP など何度か予選でヒルを上回ることに成功した。これにより周囲からの評価を高めた。ディニス自身後にこのシーズンを改装しドライバーとしてヒルから学んだことは多かったと成長の契機となったことを認めヒルに感謝の言葉を述べている。1998年ヒルに代わって ミカサロをチームメイトに迎えた。予選ではサロの後陣を廃止続けたもののモナコ GP とベルギー GP で入場などの活躍によってドライバーとしての実力が認められるようになり、もともと抱えていたスポンサーの魅力と相まって中堅チームからのオファーが届くようになった。2000年カナダ GP1999 年はザウバーに移籍。 戦闘力が高いマシンではなかったこともあり、それほど目覚ましい活躍をしたわけではなかったが、いくつかの幸運も味方につけ、6位入賞3回を記録し、年間ランキングでチームメイトのジャンアレジを上回るポイントを獲得した。2000年はザウバーにとどまり、フェラーリでの大役出場を経て移籍してきたサロと、再びコンビを組んだ。前々年同様、予選ではサロに分があり、 この年は決勝でもサロが着実にポイントを積み上げたのに対してディニスはノーポイントに終わった。極めて潤沢なスポンサーマネーを抱えそこそこ以上の走りもできることから翌2001年のシートも2000年末で切れるザウバーとの契約を延長して残留あるいはフェラーリエンジンを搭載するため資金を保していたプロストグランプリへ移籍するための仮契約をすでに 済ませている、などという数々の噂が囁ささかれた。しかし、シーズンも終わり、年明けも、間近に迫った12月初頭、ディニスは自身への評価と30歳という、まだ若い年齢にもかかわらず、ドライバーとしての引退を電撃的に発表。同時に、プロストグランプリの共同オーナーに就任することを、明らかにし、周囲を驚かせた。 PPD スポーツ前年末にプロストグランプリの株式40%を取得したことで2001年は共同オーナーという形でプロストチームに参画したが残りの株式を取得しチームの運営権を握ろうとしたところこれにはアランプロストが一貫して拒否の姿勢を取ったため同年8月にはチームから手を引き同チームがこの年限りで消滅することを見ることもなく ブラジルに帰国した。ブラジルに帰国すると、ディニスは自身の会社、PPD スポーツ社を設立し、やがてルノーとの協力関係を築き、ブラジルで若手ドライバーを育成することなどを目的に、フォーミュラルノー、クリオカップを移入し、2002年、PPD スポーツ社の主催のもと、両選手権の初開催にこぎつけた。大西洋にあるブラジル領の島で、 世界遺産でもあるフェルナンドでのローニャでホテルを経営するなどドライバー引退から間もない段階でモータースポーツ以外の分野においても実業家として活動するようになりフォーミュラルの選手権などイベントの主催運営からも2006年限りで手を引いて実業活動に専念し現在ではメディアにも露出することはないありがとうございます